お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのゴブゴヤミラーデッキやっていきたいなと思います。ちょっと前にねゴブゴヤオーブンでボーラーの枠が好きだったかな、まあ、めっちゃ高回転のこやこやがねすげえ流行ってたんですけど、まあそれがまあ若干重くなった、よりまあ害悪さが増したというか、なんかねすごい地獄絵図製造機2号みたいな変なデッキがね今いますので、これ今日はやっていきたいなと思います。まあミラーがねどう生きてくるのかっていう、まあ小屋を置いて小屋にファイボとかポイズンとか打ってきたらもう一回小屋置けるよっていうのがね、まあ前オーブン置けたんであんま変わんないんですけど、まあ、ボーラーになったことによって後ろから割くユニットが増えましたね。なので相手の足が遅いユニット、新鋭隊、エレジャイ、ゴレ、ジャイとか、まあ、そういったユニットに合わせるカードが前はねちょっとあんまなかったので、今回ボーラーがいてね合わせやすく立ち回りやすくなったよというデッキですね。まあ、なので気づけば相手の陣地が槍ゴブリンと豚にまみれてます。さあというわけで、もう基本的に小屋を置いとけばいいんですね。で守っとけば相手が気づけばもうタワー折れてるっていうのが本当にあります。なのでマジで守るだけです。小屋を置いて小屋を置いて相手のユニットにユニット合わせて気づいたら終わる。で奥の方のウィザードとか厄介な相手がいたらファイブ打ったりしてみたいな、本当にそれだけですね。なので今小屋置きます。小屋置いてれば勝てます。さあ墓石ウィザードはなかなか見ないようなデッキが来ましたね。小屋小屋からするとちょっとだけ厄介、まあ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 相手も嫌だなと思ってるでしょう。でこれはエリボブでしっかりサンドしてあげて、あーんジャンピングきつすぎ、で墓石きつすぎ、いやネクロきつすぎ、何これえなんかすんごいデッキ来たっすよ。なんかねチュートリアルとかで出てきそうな相手のデッキじゃないですか失礼すぎるかな。バルキリー、ウィザード、ネクロ、レイジはすげえ。まあでも俺も同じようなデッキだけどね小屋置いて小屋に全体よりよし小屋置きます。でここの位置に置いとくと逆サイドのジャイとかロイジャイとかを釣れるんですよ。そうターゲット取れるのでホグは釣れないんですけどね。なので一応この位置に置いとった方がゴールとかの防衛もねしやすくなるので、この位置大事ですね。で2個目は後ろで、まあ壊れたらまたね補充してあげましょう。で本当これしとくだけなのですげえ楽っす僕は使う側としてはマジで楽ですね。高回転でなんかするとかでもないので、で基本的にやっぱ10コス溜まるまで何もしなくていいですね。で10コス溜まるなーって時に相手の今回ネクロがいるので、ネクロに対して相性そのホバリングを出してあげて、でちょっとやばいなと思ったらマサニクも出してウッドも転がしてあげてみたいな、でしとけば気づけばマジで相手は豚とゴブリンまみれ、最悪最悪すぎる。でボーラーはねちょっといい感じに出してあげたいですよね。メガナイトの受けとかでも優秀なんでね。あのウィザードね結構厄介なんですよ、このゴブリンたちからしたら。なので破壊します。よしよしよし、さあこの辺もボーラーでね釣ってあげればフルカウンターです。いやここでもう一回小屋を置けたらいいんですけどね、ちょっと重いのがいっぱいあるので置けないんですけど、まあ、あとはネクロとかいたな、ネクロ厄介だな。ウッド打って、小屋を置けますね。さあ小屋を置きます。で相手 A がね今回中型スペルファイボポイズンロケットクエイクあたりがあるのかが分かんないんですよね。今んとこなさそうなんですよね。だからもう一生小屋上げできそうだって、こんなさ小屋も魔女とかもなんかいっぱいいてバルーン通んないですよねさあファイブはここはねマザネクとウィザードがいたので打ってあげます。でこれはしっかり、まあ、飛んでからでもいいのでとりあえずボーラーで受けてあげます。でまたカウンターですね。はい、見てて作業になってるかもしれない。で小屋置く、いや本当に小屋ロは久しぶりにするな。1ヶ月ぐらい前に小屋動画でも出したんですけど、小屋はいいですよ、楽でいいですよ。僕あんま知らない人もいるかもしれないですけど、いやミラーウッドがいい、ボーラーが好きっていう、ちょっと頭おかしいんじゃねえかって思われるねことをすごい言ってた時期があったんですよ。てか今も好きなんですけど、本当に出してればこいつ何かしてくれるんですよ。出してるだけですげえ頑張ってくれるじゃないですか。それがちょっと好きなんですよね。いやメガナイトお前強くねよしよしよし、でこれ置いとくだけですね。いやー相手のも同じようなデッキで地獄みたいな試合になってるマジで何やこの試合みたいな。で最後の最後にファイブミラーがあるっていうね。これさファイブレベル10だったらウィザードワンパン、いややりこぶちょっかい出しちゃったな
いやでも5、2発打つことある？試合中に遊んでるよなさすがに。さあでまあ守ってまたカウンターですね。大体もバルーンあって攻めたいでしょうけど攻めれないんですよね、こんだけゴブリンホバリング混ぜなきゃいったら。でだんだんとねじわじわやられていって、でもあれは5ウッドで処理してあげましょうか。でまあここら辺もね処理してあげて、これはもう一生いきます。ホバリングが相手バカきついですね。なんならまあマザネクもぶっちゃけきついので、もうこういうところでヒギオッピー完成させてあげます。で相手はもうね、ああ攻めなきゃと思ってね、ダメージ逆転しなきゃと思って、このままじゃいけんやと思って攻めてくるんですけど、攻めたら攻めたでもっと地獄っていう。さあというわけで、トリプルホバリングができそうでしたねというような、あの試合になります。本当にいやーすんごい、友達に使ってみ、みんな引かれるよ。やばっ、マジでマジの方に引かれるっすよ。よろしく。まあ勝てばいいよねっていうゲームだもん。よーし、まあそんなわけで小屋を置けるといいんですけど、置けなかった時はちょっとね嫌ですよね。基本的にコストがちょっと重たいので、さあプリンセスと来たらコカッちゃん、まあ5割ぐらいでホグで 0.001 割ぐらいのロイジェ来ましたね。プリンセスロイジェイスケドラってなんやねんっていう。いやでもいいスケドラだなこれは。僕のエリババがねカウンターなる前に溶かされちゃう。いけブタブタ。いやでも一発オッケーオッケー。いやーいいね、ブタが。さあプリンスケドラでしたね。スケドラに5、プリンにウッド、ロイジェにエリババ、いや完璧すぎん。いやーここはね何で受けるか迷ったんですけど、やっぱブタ作りたいよねっていう。ブタ作りたいんだってママが言ってた。うん、なのでまさに下して、でそう、あのスケがね前まであったのがいなくなってるので、プリンスケが若干大変です。プリンスとかダクプリとか、まあそういうのは全部あの本当に五分声で頑張ろうねっていう感じです。さあここはプリンスもノックバックしつつ、相手のプリンセスも処理する。言いにくいな。オッケーオッケーオッケー。でまあ耐えていきましょう。でロイジェにはイリババスケ、ドラにはファイアボ、プリンにはウッド。いやもう勝ち確じゃね。負ける要素がね、これもレンダ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 レン。いやまあまあでよかったな多分。これ5打つ必要なさそうでしたね。ママで豚にしてあげればよかった気がしましたね。そしたらこのギャングも相手出しにくかったし、もし出てても豚になったんで、はい5いらなかったっす、ごめんなさい。まあそんな感じで小屋起きて、小屋もう1枚下げば小屋っすね。まあロイジャイか、ロイジャイっすもんね。もうボーラー流しとくだけで相手きつい説ないっすかね。ボラ足遅いんでね、こいついいことなんすよ。俺と同じ足遅いのはねいいことなんすよ本当に。よし、さあさあさあユニット溜まるんでね、相手からしたらもう厄介すぎて厄介すぎて。まあロケとかあるとちょっと困るよなーっていうのありますよね。まあであれはスケドラ来るんで一旦5ってね、これだっていい小屋から出るやりゴブだけで守れるんじゃねっていう。いやマジでうおいいザップ。いやでも逆走落ちてる。いや待ってやばい、このままママママ仕事仕事だよ。よしよしよし、いい仕事、働いて働いて。でこれ陸行けねえからボーラーの方が良かったかもしれんけど、いやここ溶かせると熱い、全部舞台になる。オッケーオッケーオッケー。でまあ小屋置いとけばいいでしょうっていうっていう感じでね、まあ状況に応じていろんなねミラーができるのも熱い。でママ出したかったっすよね、ぶっちゃけエリババでもいいんですけど、まあまあまあさすがに1600もあれば耐えれるでしょ。あロケットあったんや、ロケット危な、最後の最後で飛んできましたけど、まあロケだとなんか五分小屋でもちょっとアド取られるし、ロケ側からしたらね。でホバリングにもマザニクにもなんか打てないじゃないですか、こんだけいっぱいいればね。だからまあロケは腐っちゃいますわね。まあ、クエイクとかだったら厄介ですけどね、高回転のクエイクデッキとかだったらまあ小屋は壊されるけど、まあ、逆にホバリングもマザニクも生きるので、で高回転のファイブだと、まあ、小屋生きるしみたいな、もう相手どうしたらいいのみたいなね、そんな感じのねすげえ変な地獄デッキが生まれちゃいました。さあ小屋置きます。いやー楽ですね。でゴボリときたら最近も新鋭帝牢獄かエレジアイ、もう2択ですね。スキャラはね 2% ぐらいしかないですね。 2% もあるかどうかっていうね、なかなか出ないですからね 2% は。さあでもタルババだったな。あーエレジャイですね、さすがに2%は引かなかったな。というわけでもう9割ぐらいのね可能性でエレジャイでした、ぶっちゃけ。最近それぐらいエレジャイが人気です。
でもこの折りが見えたら、まあ2割 1.8 割が遅延スケラ、遅延スケラ、新鋭隊ローフグですね。新鋭隊ローフグ 0.2 割があれスケラ、8割型入れちゃいですからね。ウェイ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 。で、声を置きたいので、ウッドとかで回しちゃいます。できるだけやっぱコスト小さい、少ないユニットをね、咲くのがいいです。とりあえず暇だからって、僕よくエリボーやっちゃうんですけど、暇だからで大きいコストを抑えてしまうと、相手にこう、いい感じのカード合わされた時に、すごいエリアド取られてしまうんですよね。けど、2コスト3コストとかなら、こう別に咲いても、その、まあ大きな支障がないというかね、全然組み立て直せるんですよね。さあ、このグッドゲームはどういうグッドゲームでしょうか。うん、ライトニング嫌ですね。ライトニング嫌です。さあ、ボーラーでね、小屋を延命して、小屋のカウンターを狙っていきます。僕まだ小屋とね、ユニット出してるだけというか、このデッキ自体、攻めるユニットがないんですよね。まあ、ディガーとか、まあ、ロケットで削るとか、メガナイトとかがないので、まあ、本当に小屋を置いて待つだけなんですよ。待てば、相手はゲームオーバーと。すんごいデッキです。でも小屋を置いてるだけで今ダメージリード取ってますからね。さあ、小屋を置いてきまーす。よし。さあ、1100。まあでも、エレジャイワンパンされる可能性はゼロではないですよね。あと、ライトニング削りをね、意外とうまい感じでやられてるので今。さあ、耐えます。で、小屋を残しとくと、ゴブ小屋はね、てかまあ施設がね、相手のエレジャイのメタなので。よしよしよし。よしよしよし。よしよし。で、まあ、どうせトルネカライトニング来るので、こう、低めの間に、低め低めにね、出しておけばいいんですよ、今の間に。さあ、来てから、もう一回出してあげてね。あ、でも、いい受けですね、相手の。さあ、舞台になるよ。舞台になって、舞台になって、もう一回来いやーっていう。シンプルです。守るだけ。アイウィズはファイボでさよなら。ヤリゴムが大量。いや、めっちゃおる。待って。え？しかもこれ、レベル10だから、見て見て、ヤリゴムだけでビビドラ倒した。やば！え？俺、そんなのあんま見たことないっすよ。ヤリゴムだけで、ビビドラ倒すなんことある？相手のこのいい攻めっすね、さすがにそれは。まあでも、小屋でね。小屋で。アイウィズもヤリゴムとね、ファイボで飛ぶので、これで早めに処理してあげると相手はユニット出さないといけなくて。で、このユニットもね、やりゴブと、まあもう一枚でね、積極的に倒してあげると、常に小屋のプレッシャーをかけられるんですよ。相手のユニットできるだけちょっと早めにね、倒してあげると、今みたいな感じでね。さあ。で、これ、リババ出すと多分確定ライトだと思うんですよ。ライト打つと、いや、今回ったら確定。確定、どこがっていう。よしよし、まあ小屋置いとこうか。さあ、マザネクにライト打ったら、この、小屋ミラーがね、あ、これもしかしたらウッドファイボファイボよしっていうのもあります。なんかいつもロケットだとね、ロケミラーで1000ぐらい削れるわとかがあるんですけど、ファイボミラーはわかんないですよね。350ぐらいですよね。1717×でまあ350いかないかいくかとかだと思って、ウッドがあって400ぐらいですね。っていう、まあスペル削りでも便利と。で、空にはすごい強そうなんだよな。小屋ミラー、ホバーマザネク、ファイボ打ってるから。空引きてえな。なんかボコボコにできそうなんだよな、小屋で。もしかしたらボコボコにせれます。さ、スケ、クロスロイ、コカッちゃん、コカッちゃんじゃねえな。クロスロイ、ホグ。クロスロイ、ホグ。どれだ？あなたはどれ？で、ホグが来たら嫌だなとか思いながらトリトンなのでロイですね。ロイシェイカーどうなんだろうな。ちょっとめんどい気がする。ちょっとだけ、いや、ホバがちょっと早かったな、これ。やべ。いやー、でもいいヤリゴブリン。ヤリゴブの援護がいいですね。まあ、ゴブ小屋置いとけば相手のロイはやっぱなかなかダメージ取んないですよね。あとはエリババがあるので。まあ、だけど、なんか、いい感じに、なんか、うまい具合にやられるとちょっと怖いですよね。さあ、ここは逆サイワンチャン来る？で、攻めてコストを使わせてボーラーを取り飛んでキング起動とかはあると思います。で、まあ後ろから来ましたね。なので僕もまあ、ここは後ろからでいい気がしますね。マザネクぐらいで様子見ます。相手がマザネク使ったら速攻ファイブですね。いや、これだと美味しくね？狙われた？
さあ、エリババ。まあ、これはエリババだよな。いやー、マジか。うわ、いい。相手のウッドでさ、エリババがよく、避けられたの。強制的に。それによってちょっと救われたな。今、逆に避けてなかったら、エリババやれてて結構ダメージ受けてた気がするんだよな。いやー、まあまあまあ。いや、でも、エリババが嫌ですね。エリババが。今の感じ、エリババがすげえ嫌で、ここでロイ来たら爆うめえな。ロイ来たら爆うまくて終わる。危ない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 。さあ、まあ別にここでロイでも終わるんですけどね。ゴブ小屋だけだと多分攻めウッドで壊されちゃうな。ゴブ小屋ともう一枚あればいいんだよな。うん。うわ、マジか。やべ。やべ。やべ。いや、耐えれる。いや、耐えれるな。よしよし。いや、いいウッド。いいウッド。よしよしよし。いや、耐えた。いや、667耐えてえな。ボーラー大事っすね、マジ。低めボーラーゲーだ。で、ロイ来たらエリババで耐えるぞ。いや、マジであるな。これ、なんならボーラーミラーとかさ、してもいい気がすんだよな。いや、いらんかったか、こんなの別。うん、したところでか、もしかして。うん、したかっただけ、もしかして。まあ、ファイブ打つでしょ。で、6個揃いはさすがに来ねえよな。6個数、5個数。うん、ふんふん。すんごいね。両サイ行かれそう。いや、両サイ行かれそう。ここは金魚ですね。まあ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 。さあ、ヒースピが？ヒースピが来ねえか。いや、来るっすよね。絶対。もう一発ウッド？いや、ウッドして、ミラー使いたいだけみたいな。やべ、いい豚すぎる。いい豚すぎる。マザネク好きだけど、マザネク使われるのは嫌い。いやー、こうなったらきちいな。序盤に、あの、エリババでね、1000ぐらい受けられちゃ、受けちゃったのが痛かったな。あれ、ちょうどボーラーを裂いたタイミングだったから、間の線はちょっと上手かったっすね。よし。いやー、これでもワンチャン世界変えれる気がするんだよな。ファイボで、舞台になりつつ、で、エリババミラーですよね。僕が世界を変えるなら。エリババミラーで世界を変える。いや、ワンチャルよな。マジである。マジであるかね。ねえのかな。いや、ワンチャルと思うんだよな。スケ読み。いや、いらんかったか、この辺のウッド。いや、ワンチャルそう。マジでワンチャルそう。あと1100。1100世界一遠いな。エリババか。いや、ワンチャル。本当にワンチャル。さあ、ロイが来るのか。ロイ置きたいけど置きにくいよ。ロイ置きにくいよ。で、守って。マジでワンチャンありそう。すっげえワンチャンある。本当にワンチャンある。エリバーセッパー。ファイボー。エリバーセッパーされてない。なんで？まあまあ。ワンチャンある。マジでワンチャンある。マジでワンチャンある。うわー、神ファイブくるな。あーあ、いや、相手めっちゃ見てましたね、よく。残りウッドライブ圏内だったんだ。ウッドファイボぐらいで多分削られましたね。いやー、それはちょっとね、綺麗にいかれちゃいましたね。ウルトラ出た。何章から。ラッキー？ちゅうわけでね、ちょっと負けちゃいましたが、まあ、ボーラーとかワンチャンつけてもいいのかなとか思いながらも、まあでも多分これもでいいんですよね。そう。ぜひね、このボーラーミラー型もね、皆さん使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。